こんにちは。あ、毎度お世話になっております。今日はん、うちのトラックは直りましたか？あ、あれ、はい、それはどうかな。まあ、あのね、アイドルじゃないですか。いやいや、何でもかんでも、はい、あの車屋さんに持ってったら直ると思うことが問題、うん、いやいや、え、なんていう車屋さんやん、修理屋さんやん。いやいや、ある時は自転車屋さん、はい、ある時はバイク屋さん、はい、またある時は車屋さん。今日は何屋さんなんですか？どれが出るかなってルールですよ。まあ、ということで今日は、はい、あの車屋さんの日なので、はい、まあ、ちょっといつもはね、ちょっと、はい、あのシトロエンさんでございますよ。そうですね、ね、はい、これをやってたんですけど、はい、いつも来ていただいているし定期的に乗られてるので、はい、ちょうどいい実験台になると。またそうやって人の実験台にする。やっぱりな、初めてはやっぱり怖いやん、自分でするのは。やっぱり臨床試験をいっぱいして、で臨床試験で、はい、ええ結果が出たけん初めてこう投薬でできるやろ。いや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 、普通自分の体で試して実験結果が出て、違うよ、これはいい。いや、これがやっぱな、あの世の名だたるその名医とか、うん、いいものを開発しとる人たちって、はい、マッドサイデンティストとかって言われるわけよ。だから基本的に人で試しとる。もうそれは歴史が証明しとる。仕込んですか、はい、ということで、はい、今回はちゃんとね、はい、このね高いリオンさんの騒音計を使って、そのビフォーアフターのエンジン音をちゃんと測定しとこうじゃないかと。あはー、ちゃんと距離も測らないかんで。じゃあ厳しめで40センチで、はい。はい、やってください。いや、というものですが、まあね、リオンさんのやつを使ってやっていこうと思います。さあ、どんな結果がね出るかっていうところですが、まあ今オイル交換をして終わって、はい、でどれぐらいやろ、まだ50メーターぐらい動かしたところですね。はい、どうですか、オイルは何がちなみに入ってるんですか？オイルはあの中国工業さんの RR40 っていうやつで、はい、ちょっといい、まあオイルです。そうですね、はい、ちょっといい、知る人ぞ知る。そうです。で、まあ5の40かな、はい、が入ってるんですが、じゃあどこがえ、どんぐらいがえ、いや、ちょっと待って、何センチとか聞いとこ。いやいや、こいつ動かさなくて一緒やろ。いやいや、そうじゃなくて、じゃあ、はい、こんぐらい、これ大丈夫で。え、何それ、そこ、この辺は。いや、もうそれやったら、うん、このマイクの丸ポッチをこのシトロエンマークに合わせて。あ、そうしましょうか。じゃあ、はい、そうします。いいですか、マイクの丸ポッチをシトロエンマークに合わせて。あれ、電源が入りました。でね、普通騒音計 NL42、 これ高いんで結構、はい、こんな感じ。あ、電池がない。ちょっと電池入れてくるな。では後ほど。段取り、えんですか、はい、電池あったんですか？電池なかったけん、あの時計から抜いてきたけん、多分今バッテリー半分ぐらい復活したけん、多分いけるの。ちゃんと段取りしとってください。段取りしながら取ったことがありますか？ガチ検証やけん。ガチ検証。そうそう、ガチ検証。思いついたら、はい、ガチ検証ということで、はい、はい、じゃあ Now、 ちょっとしばらく黙りますが、環境音も入ってるけど、はい、はい、まあ68ぐらいです、はいはい、なので、じゃあこれから、今からね、はい、この魔法の液体、あれどこ行ったっけ、まあええわ、あ、それそうです、ここはそれで、それ、はい、これを入れて、はい、まあ、どこまでどうなるかっていうのをね、はい、まあちょっと聞いていただけたらと思います、はい、じゃあちょっと入れていこうと思います。シェイクできたんすか？シェイクシェイクブギーナーでできました、はい、できましたか、はい、はい、ということで入れていきましょう、はい、ということで、じゃあ入れます。いっ、あー、カポッと、あー、カポッと、はい、しっかり振ったら、はい、キャップを開けて、まず匂いを、あ、臭っ。臭って言ってしまったやんか。いい香りがしますね。いい香りを、あとはこれを、はい、もう入れていきます。いい、はい、白いね、やばい色しとるもんな、ほんまに。でこれでね、はい、まあ入れていくわけでございますよ。で、まあこいつがちょうどオイル容量4リッターぐらいなので、はい、まあ1本分ぐらい、1本ですね、うん、はい、入れたら大丈夫なんですが、僕は貧乏症なので、ここからさらに、ちょっと待ってくださいね、さっきのオイルの残しがあるので、
なぜ持ってきておかない？え？なぜ持ってきておかない？なんかガチ検証やけん。はい。でこうやってさっき残しとったやつをもうタラッと入れるわけよこれ。もう一回ね。インして。一体ないんでインして。キャップを閉めて。はい、キャップを閉めます。別にこれはあれで、あのせないかんっていうわけではないんで。貧乏症やけんちょっと残りにへばりつくんがこうちょっともったいない、まあ、気持ちはわかるんで。そう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 、はい、じゃあ画角的にそっちからっすか。光の向きがはいこっちやねん、はい、でこれでクラッて振ってでもう一回あとねこれね強く締めすぎるとこのねわかるっすか、ここ一緒に回るようになるので、はい、開けにくくなりますね。ということで、じゃあ、あと入れてエンジンかけていこうと思います。あかん。いいです。はい、ということで、エンジン入れ終わりましたので、公約終了でかけていきます。オン。オン。はい。ということで、まあ、入れてすぐは、わかんないね、そんなに激烈すぐに効果は、はい、出ないですけど、でも、今もうほら今エンジンかけてちょっと馴染んでくるけん、うんうん、もう多分このカム周りの音とかこのカラカラ音とか、うん、特にこういった高圧ポンプがついとるけん、はいはい、カム駆動のところに結構負担がかかるんや、うんはいはい、でそこら辺の音はやっぱりちょっと違うように、うん、まあなってきとるんではないのかなとは思います。であとな案外ちょっとこのまた取り忘れたんやけど、うん分かるんが車内車内の音量、車内、いや今ボンネットで測ったんじゃなかなか測ろうやいやまあだってもう入れてしまったもんだけ、車内に乗っても、うん、その変化っていうのを楽しんでいただいても、うん、結構いい感じのやつが出るかなと思うので、まあとりあえずね、じゃあこのまんま5分少々ね、はい、ちょっとほっといてブレンドしないといけないですからね、はいはい、馴染ませないといけないんでね、はい、まあちょっと5分10分ほっといた後のエンジン音をね、はい、じゃあちょっと測定していきたいと思います。というわけで、はい、5分少々経ちましたが、はい、どうですか。なんかわからんで、うん、俺のデビルイヤーではないけど、で聞く限りは、うん、マロくなった気はする。マロくなりましたか。多分。じゃあ、でもあんま、まあ、まあ、とりあえずじゃあこいつの言うことを聞いてみよう。測定器の声を聞いてみますか。こいつの声聞きたくないなあんまり。起動中です。じゃあこの辺からちょっとじゃあ無音にしますよ。まあ、下がったり上がったり上がったりしようけど、まあでも分かんないいやでも多分なあとな前のほらなんかこれの使った時のコメントでで、はい、なんか測定する位置がどうたらこうたらみたいな話もあったやん。一応揃えては見たけど近すぎるとか遠すぎるとかっていうのもあるかもしれんで、うん、もしかしたらな。そうね、うん、だってもう車もうちょっと離れたところから撮ったらもう全然ちゃうやろ、うん、もしもうちょっと一つ物音が立っただけで、うん、もう3デシベル上がる、ピクって上がる、うん、だってもうちょっとここだけだからほらもう66とかまで下がる、うん、な。まあどの辺がいいのか分かりませんが一応これを使って検証結果としては、はい、よく分からん。よく分からん。でもあれちゃん、これほらカムの形式とかによっても違うんじゃない。まあ多分そりゃそうやろ。なんていうの、まあ直打式のやつとか直打式とかやと効きそうやけど、うん、こいつとかだとあれやろ、うん、ローラーロッカーだったりするよね。うん、あんまりカムは、まあ、新しいエンジンの方が正直多分効果は出にくいやろうな、うんうん、まああとは、うん、走ってどうかが大事なんですよ。はい、はい、なんでまあねこちらの方は、まあ、最後ねちょっとブーンと行ってみて、はい、まあ、どうフィーリングが変わったかっていうのを、まあ、最後チェックしてね、はい、じゃあちょっと終わりたいと思いますが、まあ、ただねもうこのカメラで拾えてるかどうかは分からんけども、俺的には静かになったような気がするって。
またまた。いやいや、ほんまに。ほんまに。ほんま？じゃあ、検証してもらおう。視聴者の皆さんも。ね。まあ、皆さんも、ちょっとよくわかんないですけど、気にしたら気にしてみてください。はい。ということで、じゃあ最後ちょっと、グイッといって終わりたいと思います。ということで皆さんすいません、悲しいお知らせですか、もしかして秘宝試乗動画撮れてなかった件 GoPro のせいでっていう話がありますので、ということでですね、ちょっと試乗動画の方撮れてはなかったんですけども、かなりね乗った感じはいい塩梅になってたと自負はしているんですが、まあちょっとそのあたりはねまたおいおい検証していこうと思いますので、まあこんな検証の仕方をしてくれみたいなのがあったらまた教えてください。で、あとオーナーさんの方からまあ、その後ね終わった後にメールの方をいただいておりまして、ちょっとご感想を少しいただいてましたので、まあ、そのご感想を最後ちょっとだけ挟んで、まあ、この動画の方は終わりたいと思います。ということでまたね、気になる方はいろいろとこちらの方を見ていただいて、まあ、次のロットが入ってくるのを楽しみにお待ちいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバーイ。はい、ということで皆さん、今回はこの新商品じゃないです、昔からありましたロイヤルパープルの方をご紹介いたします。これをね入れることによってなんと表彰台に立てるぐらいのエンジンレスポンスが手に入ります。ロイヤルパープル XPR 一応レーシング用になってます。 HPS スタンダードオイルになってますが、両方とも魔法の添加剤シナレックの方が配合されておりますので、これを使うことによって劇的なレスポンスが得られます。そして何よりも、そのシナーレクの効果によってちゃんとした油膜を保持してくれますので、エンジンの状態も長持ちいたします。騙されたと思ってぜひ一度は使ってみてほしいオイルです。男は黙ってロイヤルパープル。